ハロー。ミネです。ケイチマーポー、ナイスミーティング。じゃあ今回も始めていきましょうか。はい、じゃあ早速、今回はですね、ケイシー平方ベガカラーから、お伝えしていきます。じゃあ本日も早速ゲスト、素敵なゲストをご紹介しましょう。はい、ゲストのお二人です。どうぞ。どうもどうも。今日もよろしくお願いします。じゃあまず倉口さんの方から自己紹介と、はい、今日のゲストのご紹介をお願いします。はい、はい、ハロー、アイムタケロー、タコシ。 It is hot every day. How are you all? Soon it will be a fall holidays. But are you going outIn our house, we go to visit the Tower of the Sun Museum. Speaking of the Tower of the Sun as a symbol, after the 1970 World Expo designed by Taro Okamoto, we made a reservation3 months ago. This tour is a valuable experience because you cannot tour without making a reservation. We will see inside of the Tower of the Sun. Still the world is hot in summer, for sure. But I would like to enjoy the fall of art a step ahead. I will introduce today's guest. She is a bright and unique person who enlightens students and staff.She name is teacher Omae. Omae さん。はい、どうも。我是大前金穗。我叫丽人，在中国江西两年，但是我爱 forgot every Chinese。英文错。今は KHT 日本語学院梅田校で、勤めております。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、早速英語で、はい、ご紹介。はい、3ヶ月前から予約が取れない、はい、エキスポ、エキスポの太陽の中に、はい、そんなはずですね。はい、予約が違ったんですか。はい、予約して念願の中に入れる。はい、楽しみにしてます。はい、素晴らしい。楽しんでいきます。はい、はい。じゃあ、今日オープニングはちょっと立ってやりましたけど、はい、座りましょうか、はい。どうしましょうか。ちょっと飛びましょうか。はい、上に飛んで座るみたいな。はい。はい、じゃあ、せーの。おい、いいでしょ。大丈夫ですか。怪我ない。はい、怪我ない。大丈夫ですか。はい。じゃあ早速始めていきましょうか。新しいパターンですけど、はい、はい、じゃあ早速ですね、先ほど中国語で自己紹介されてましたけど、中国に2年間いたはったということで、はい、中国ネタもありながらで、アンケートでいろんな国にいたはったんで、その話もちょっと聞いていけたらなというところなんですけど、まさかのアンケートに書いてた街が間違ってた。すいません。自分の行った国を間違って書きました。それで僕らも調べて、ここちゃうとか、あれとか言って言いながら調べるっていうね。いきなり嫌味がありましたけども、はい、いろいろ教えてください。はい、で、日本語講師として中国の、厚生省というところに2年間になったということで、はい、で、何きっかけは、なぜ？いや、もうポチッとインターネットで、はい、ポチッと押して募集してたし、はい、行ったれ的な感じで、はい、もうポチッと押したら
履歴書送ってください、メールが来まして、でメールで履歴書送ったら合格しましたよ。それ合格合格あるんですか？合格しましたよって言われて、一応7人抜きだったらしいです。狭き門で7倍の確率を通ってレセプションされました、はい、で来てくださいと。でもちろん初めて行く場所です。そうです。でその厚生省なんか行ったことがないです。 なんていう街でしたっけ？南省。南省っていうところにね、行った経験もないですよね。もないです。なんで面接をしてほしかったので、面接ないんですかって電話したんですよ、怖いから。ないよないよって言われました。日本語で日本語でそんなのないないとりあえず来いと。はい。で、チケットみたいなのが送られてきた。いや、チケット自分で買いました。自分で買って、片道行って。そうです。どこ経由なんですか？上海経由。そうですね、上海経由で、国内線で上海から。そうです。2時間です。2時間ですね、近いです。2、3時間で、あと乗り継ぎしてちょっと時間、やっぱし何日以上かかるけれども、上海からまた乗り継ぎ。そうですね、上海から乗り継ぎ、違うとこ行って、はい、で、目的地。そうです。ライトがありました。で、どうやったのか。初めて行った中国の住みに行ったの。そうなんです。南昌市住みに行きました。最初に入った部屋が、はい、まあ、とりあえずあの一旦シャワーしたいな。着いたのね、旅の疲れやつ。そうです。シャワー出ないです。水が出ない、お湯が出ない。水が出ない、お湯も出ない。お湯も水もほとんど出ない。シャワーじゃない。だけどまあ、一応我慢して、私はこういうところを選んできたんだから、はい、自分が何を期待してここに来たか、うんうん、そんなシャワーを期待してたらいいと思う。シャワー浴びに来たんちゃうからね。浴びてもね、快適なシャワーを浴びに来たわけじゃないよ。そうやるな。なんでしょうがないから、ちょっとずーっと水濡らすのに時間がかかるけど、はいはい、結構長時間期待してた。そうです。すげえ、はい、そんなスタート。それがスタートです。ああ、そうなんです、はい、でもちろんね、そういうところであれば周り日本語できる人とかもおらず、いや、あの日本語学科があるので、その先生たちが日本語を話せる。何人ぐらいだったんですか？自分の計算では6人、はい、日本語は話せる中国人。はい、そうですね。で、日本人はもちろん日本人がだけ、いえ、一人だけいました。あ、他に学生のお宅の、あ、他にいたはったんやいました。そうやね、どこでもおるもんやね、はい、日本人ね。へえ。で、スタートして、はい、で、大学、大学ですね、大学の日本語のコース。そうです。で、生徒はどのくらい？生徒が30人ぐらいいました。はい。で、それを何人かで教えてもらう。それが一クラスで、はい、それをあの文法のクラス、会話のクラスで、私は会話のクラスだったんですけれども、うん、ずっと日本一緒に。なるほど。で、2年間それとも、その方たちは皆さん4年で卒業なんですけれども、はい、まあ、1年生の基礎の日本語のところで、うん、2年生、2回生、3回生、4回生、うん、ね、なんかこれビビった、いっぱいありそうやけど、一番ビビった、一番ビビったの水道ですね、やっぱり。また水ネタ。水ですね。シャワーのよりもシャワーのところ出なかったのが、今度は出すぎる。水道ひねったら、水道で、ね、なんかひねろうかなと思ったら突然ポロって落ちたんですよ、水道の蛇口が。そう、でも爆水です。おぉって思った。止まらない。それでは壊れてた、それともそういうもん。いや、もうあの、劣化。あ、錆びててみたいな。劣化するんですよ、どこの家もみんな、はい、あの、もともとのその日本みたいに何十年使っても壊れないとか。はい。もう、あの、まあ、すぐ劣化する。すぐ劣化するんですよ。なんで？もう爆水。やっぱもともと使ってる素材がそんなに気にしてない。あ、ものが良くないからすぐ壊れちゃう。すぐ壊れる。で、
それで紹介してる。あ、また帰ってそう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 、あ、次から次へ、そうです、まあ、壊れるなったんで、そう嫌やな、それそうです、経済を回すためにそんなんで、周りがどうしたんだ、蛇口、何十円とかじゃあ、ジョンさんおもろいなぁ、へぇ、水についてたんですね、なかなか、ね、出ないか出るかどっちかやろ、そうです、白黒はっきりしすぎみたいな、ちょうどええのがない、そうですねあとなんかアンケートで食べ物もなんか、いろいろ食べたはずみたいですけど、はい、中国といえばね、はい、机以外はみんな食べる、はい、食べます、雑誌は机以外はみんな食べる何か食べられたことありますか、僕ですか、いや、まあザリガニとか普通に食べましたけどね、家の近くで取ったやつ、わかんないです、なんか黄色いプロヤのケロヨンって書いた桶に入ってたザリガニなんかもうカラーっと味付けされてて、めっちゃまずかったですけどザリガニがこうプロ桶にてんこ盛りで出てる、どこで食べた、あれどこやったかな、あれは上海やったかな、日本じゃないです、日本じゃないです、黄色よって、あの、はい、黄色のね、黄色のお風呂屋さんに、要はあの、桶が、あの、お皿があれに出てくる、ちょっとなんでって思うんですね、そういうのありましたね、あね、この先生は、このカエルを大きいのと小さいのと、そうです、もう大きいカエルはまだマシなんですよ、何がマシですか、何を見えないのに、ね、飽きてるんで、あ、姿形がないんで、なるほどなるほど、小さいのはそのまま、そのまま食べないといけない、姿がそのまま、姿そのままで、さらっと当たってたらまだいいんですけど、はい、別に開けてるものじゃないんですよね、あ、なるほど、でもおもてなしされてるんで、おもてなしは、うわけにはいけんわね、あの、それは絶対にどんな顔をしようが食べる、なるほど、え、でもカエルの身自体は、うん、鳥のささみみたいなのがいく、でも味なんか思い出せないですね、ああ、もう必死で、もう必死です、食うのに必死で、そうです、で、大きいやつはもう何かわからんから、まあ、頑張って食べれる、あ、大きいやつはね、まだ味わって食べれるんですよ、うにゅうにゅしてますけどでもちっちゃいやつはまんまやもんね、まんまだね、味わからん、まんまというか、買えるやんみたいな、へぇ、他はどんな食べ物、いや、あの、うさぎ、うん、うさぎは美味しい、まあまあ、フランスとかね、うん、あの、ヨーロッパでうさぎは、ね、本当に美味しかったです、犬はちょっとね、抵抗あるんですね、犬、そうなんですよ、学校の近くにその犬のレストランがあったんです犬がやってるレストランでも、ちっちゃいね、犬の肉を食わしてもらうレストランそうそうなんか日本でね、犬のレストランがなんか可愛いワンコがなんか帽子かぶってねやってくれるようなイメージだ、いや、そうじゃない夜になると、あの、叫び声が聞こえるんですよ、覚えしようね、キャ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 って言ってキャンキャンいいよね、あれもう、あの、殺されてる、締められてねや、キュッてなってるよ、あの、たぶん、ロシアに行ったうわぁ、あの、だからね、あまり近寄りたくなくて、なぜかそこにね、近寄ってる子犬とかがね、迷いに行くの、迷うようになったんね、そう、なんかいるんですよね、なんか助けてあげたいけれどもそういう文化でもないですし、へー、わー、すごいな、いや、でもこの中国2年間寝たって山盛りありますねちょっともう、あの、キリだよね、さっきにちょっとやること仕事だけしましょうか、はい、ではでは、あの、告知をよろしくお願いします、はい、はい、これですか、はい、はい、10月から、日本語教師になりたい方、はい、募集しております、はい、9月の20日までに、お手続きしていただきますと入学金2万1600円が無料となっております、ぜひあの涼しい時にあの皆さん一気に勉強を進めていただいて来年日本語教師になるのはいかがでしょうか、エキサイティングなコースです、終了しますと
日本語教師として海外で働くことができます。ビザを取ることができますので、どうぞ皆様、厚生でしょ、どこでしたっけ、行ってきたの、厚生省、はい、もうクリック一つで海外で働きますので、皆さんお待ちしております。シャワー出えへんけど水が色まんまいてるこんな話しとらない。いやでも、今めっちゃ流行ってるんでしょ、日本語教育免許の420時間コースってね、なんか受講者がどんどん年々増えてるみたいなことを言ってますけどね。アドベンチャーを求める日本語教師はどこまでも辺境の地を求めていきたい方、こちらの日本語教師であれば世界中でどこでも行けます行けますっていう。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。詳しくはね、はい、ホームページで、はい、よろしくお願いします。はい、ちょっとね面白すぎるんで次も続けてやりましょう。はい、いや、一旦しよう。はい、ではありがとうございます。じゃあまたね、バイバイ。